ちゃんこれでどうするの？あーこれでどうするの？言ったらもうここにさ立てたじゃん、うん、かけるんだよ。3×4 は3非常にだから2で引いて0、OK、できた、イエーイ習ったんでしょ。リリちゃん今宿題中でございます。はい、はい、そうなん。どうですかリリちゃん4年生になって学業の方は頑張ってますか？うんうん、順調。うん、分かんないこととかない？そりゃあるでしょ。そりゃあるかでも順調なんでしょ？頑張って頑張ってるのか。よかったね。そうこの前ね、じいちゃん、そうなんです、私テストの点数負けたんですねあの同じ日にテストのね、算数のテストがあるから対決しようってなって、それで対決したんです。そしたら10点負けて私が勝ったんですけど、なんとリミちゃん100点を取ってまいりました。素晴らしい。いやでも聞いてください、私もね言い訳させてもらってもいいですか？はい、あの私超すごい凡ミスをしてしまいまして、はい、これはもう本当に私でも笑っちゃうようなミスをしまして、なんとあの式欄と答え欄があるじゃないですか。で式欄に答えまで書くんですよ。そしたら答え欄にその答えを書き忘れて引かれたんです。答えは合ってるのにもったいなすぎる、もったいなすぎて、それで90点だったのね。それとあと、うん、あもう一個あるのか。もう一個ある、もう一個あるけど、うん、そっちは、うん、式の答えは一緒なんだけど、うん、その答え書いたところが、うん、なぜか1減らされててなんで？4分の15だったの、うん、式に書いてるのは、うんうん、答えで4分の14って書いてあって、でね、バツされてて、ん？私どこで間違った？本当だよ。そしたら答えのここの答えは一緒だし、うん、このね答え欄の答えは違うし、でもう私ねこれ見直せば絶対100点取れてたんです、うん、だから私のね見直しがね悪かったなと思って。本当だよ、やっぱ見直しも大事だよねテストってね。そうなんですよ、絶対なんか答え欄には書き忘れてる105点引かれるんだよ、やばくない？ね、だから正直見直し忘れてて、それで10点なのね。そうなんだ。だからその計算の紙がなければ100点だった。そっか、でもまあ間違いは間違いなんでねリミちゃんの勝ちでございます。これさ動画にする必要ある？いや最近のこのなんていうの出来事、最近なんかこういう勉強関係全然やってなかったなと思って。ああそうですかね、二人とも、そう、しほちゃんのもね、上がってると思うんですけど、勉強をしてる感じの。私一人だったんで、そんな盛り上がってないと思うけど。ずっとベラベラ喋ってるだけなんだけど。あ、聞いてくださーい、みたいな。そうそうそう。リミちゃんほら、おしゃべりあんま上手じゃないからさ。代わりにさ、ね、リミちゃんの。代わりに私たちがね、もうベラ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 喋ってあげますよ。絶対うるさいと思ってるよね。集中できないだろうね。うるせえなーって絶対思ってるよ。思ってるね。じゃあリミちゃんには頑張ってもらって、はい、しほちゃん最近なんか本読んでんでしょ？そうなんです、聞いてくれます？ちょっとその本について語ってもらいたいと思います。私最近図書室に行って、うん、心理学の本をね借りたんですよ。見てください、すごい心理学読んだの？これ読んでて、私今、うん、家でも学校でも読んでて、うん、面白いですこれ。なんかね、うん、美人が得するんだってなんかね、そうなの、なんかね書類を落としてしまいました、うん、書類を落としてしまいました。でね、はい、あの住所とかの書類に書いてあるじゃん、うん、その書類に美人の写真のやつと、うんうん、ちょっとブスめな写真のやつの2つを持って検証したんだって、うんうん、公衆電話のとこに置いとくのね、うん、それで、どっちが、うん、輸送してくれ届けてくれるかっていう検証をしたんだって、うんうん、そしたら美人の方の写真がついた方が届けてくれたんだって。ほんと得だね。なるほどね、じゃあブスだった人の方が届けてくれなかった。届けてくれなかった。なるほど、かわいそう。かわいそうだね。あとね、うん、仕事のね、うん、
あの報告書みたいなんじゃん、うん、あれね、うん、全く同じ文章で、うんうん、写真だけ美人とブスになってて、うんうん、それを見せるじゃん、うん、そうすると美人の方は、うん、君仕事できるねとか、うん、そういうなんか褒められるんだって。でブスの方は、うん、何もして、あ、オッケー、あ、お疲れみたいな感じなんだってひどい本当さ、内容同じなのに、うん、顔で反応が変わってくるっていう。そっか、やっぱ美人って得だね。しかもあのこの本にね、うん、美人かっこイケメンって書いてあって、あ、イケメンも得だよね。イケメンじゃんもだからあるわけでしょ。イケメンも得だけど、うん、一番は美人みたいな。キちゃん美人違うから羨ましいなと思ってるんでしょ。じゃあ大人になったら会社行ってみ、それですごいねって言われたらきっと美人だよ。慰めてくれてるの？ありがとう。わかんない、でもそういうさ顔で見ない人もいるかもしれないよね。本当に仕事で、仕事のさ実力で見る人もいるだろうけど。なるほどね、そっちの方がパーセンテージ。でも絶対美人の方が得なのはわかるね。イケメンと美人はいいよね。いいよね、得だよね。得なんだよね、本当。そうそう、読んでさ、うん、そうそう、ためになりましたか。でもそんなこと悲しくなるじゃん、そんな読んだら。いや面白くない。あ、面白いってことね、うん、面白くない。うん、まあね、でもさ、ね、人間はね、うん、待ち時間がわからないとね、うん、すごいね、イライラして、うん、わかる、それわかる。なんか決まってればさ、なんか あと5分とかさ、あと30分とか、うん、決まってれば順番がわかるし、うん、決まってたら、自分がわかってれば、決まってたら、うん、あの待てるんだって人間って。でも分からないかったり、順番と何番か分からないときは待てないんだって、うんうん、そう、イライラする。なんか10分ぐらいしか待ってないのに、なんか30分ぐらい待った勢いで、え、あと、いつ呼ばれんのみたいになっちゃうね、うん、人間は。そういう、だから分かってないと待てないんだって。だからディズニーランドとかは順番とか分かるし、うん、あ、待ち時間何分って絶対出てるもんね。そうそうそう、ここは待ち時間なんか絶対あるし、うんうんうん、列もさ、うん、あとここから25分とか出てるから待てるけど、うんうん、なるほど。病院とかで時間ずっと待たされて、そう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 、病院はね、看護師とかにあと何分ですかってさ、そうそうそう、どうしても聞いちゃうって。わかる、私も聞いた、ママも聞いたことあるもん。それでね、何分ですかねってでそれでね、検証したんだって、うん、どこ大学とかも覚えてないけど、うんうん、公衆電話で音楽を流して2分ぐらい耐えれるかっていう検証して、公衆電話でそう、なんか電話して、うん、ずっと音楽が流れてて、うん、ああ保留みたいな感じで、そうそう、保留で、で2分耐えれるかっていうので、うんうん、切っちゃって、うん、で第2の実験で、え、その時は切っちゃったの？切っちゃったって、うん、で次に音楽と、うん、しばらくお待ちくださいって3回、うん、2分内のうちに3回言った時に、うん、もう全く変わらずに切っちゃったって、うん、でも次に、うん、次あなたの番は3番目ですとか、うん、数字を入れたの、はいはいはい、番号、うん、順番を、3番目だよって順番を教えてもらったの、うん、そしたら待ってたんだって。なるほど、すごい、すごい、すごい。だからしばらくお待ちくださいと、うん、あと何番目ですとは全く違うのが違うっていう、ね、ちゃんとこう3番目だよとか、こう、ね、2番目だよ、1番目だよって、うんうん、入れるのが大事、ね、次はあなただよって言われたら待てる。音楽とか、うん、音楽だけとかだと2分も待てられない。なるほど、人間すごいね。すごいね、すごいね。なるほどね、面白いね。すごいじゃん、心理学面白いかも。面白いでしょ。うん、案外面白いかも、ね、確かにね、待てないなと思って、面白いなって。そういうのをさ勉強していくとさ、なんか面白いかもね。自分がこうそういう時に当たった時にさ、はあ、みたいになるかもしれないよね。確かに。へえ。で、これもう切っちゃうかもしれない。確かに。切りたくない。でも本当に保留音だけだったら切っちゃいたいよね。2分も持たされたらね。2分もずっと音が流れてんだよ。絶対切っちゃうかも。切っちゃうね。できた。できた。おめでとう。丸付けする。うん、丸付けして。ということでね、まあ、しほちゃんがペラペラ喋って、りみちゃんが宿題するっていう、なんかよくわからない動画ですね。まあ総合してまとめると、まあ、美人は得だよと。そうだね、美人は得だよ。もうそこが一番かな。美人
と美男美女もいけもうねいけもうやばいよやばいよね勝ち組勝ち組ね人生勝ち組いいね